地域福祉交通、風車専用車両級、乗り合い便、地域福祉乗り合いタクシー、風車時代の車両、風車専用バス停留所のデザイン風車は、東京都千代田区が運行する、コミュニティバスである、日立自動車交通に運行委託している、日立自動車交通では、地域福祉バスもしくは、コミュニティバスとして紹介しているが、千代田区では、地域福祉交通、 風車という名称を使用している。専用車両のデザインは、千代田区の花である桜をモチーフとしている。バス停留所の専用デザインは、旧乗り合い便の車両デザインに近い式帳のものが用いられている。日立自動車交通に運行委託し、1993年5月18日に運行開始したリフト付け福祉タクシーを源流とし、1997年4月1日より、 地域福祉の利合いタクシー、風車として運行開始。2016年1月4日にコミュニティバス、地域福祉交通、風車に移行した。そうした経緯を持つため、コミュニティバスとしての運行開始は2016年と新しいが、1990年代前半に源流を持ち歴史は長い。また、元はタクシー事業者であった日立自動車交通が、 自治体のコミュニティバス運行住宅に進出する契機となったバス路線でもある。日立自動車交通遠隔も参照福祉タクシーとして出発した関係上、管轄は道路交通などを担当する部署ではなく、千代田区保健福祉部福祉総務課福祉総務係となっている。当初は福祉目的の色彩が強く、主に区内在住の高齢者や障害者、 子育て世代の利用を想定していたが、現在は、どなたでも利用できる乗り合いバスとして、区民だけでなく幅広い利用者に向けた運行となっている。4ルートが運行されており、全ルートが、日立自動車交通に運行委託されている。日立自動車交通は、風車の運行担当のため、千代田区役所3階に、千代田営業所を設置し、そこで、風車オリジナルグッズも販売している。 千代田区内の福祉施設を中心に区内を循環するバス。2016年1月4日より、旧乗り合い便からコミュニティバスに移行し、地域福祉交通、風車として運行開始した。バスロケーションシステムも稼働している。同時に車両もワンボックスカーから小型バス車両での運行に変更され、専用塗装の日のポンチョが導入された。車両点検時などは、 日立自動車交通の一般塗装の車両が代走する。小型バスの採用に伴い、一部の運賃は小学生以上1回につき100円で、パスもスイカなど交通系 IC カードも使用できる。乗車時から90分以内に他のルートに乗り継ぐ場合、交通系 IC カード利用時に限り1回のみ無料で乗り継ぎできる。また、誰でも購入できる普通定期券のほか。 風車区民パスポートと呼ばれる区民向け割引制度による定期券がある。各ルートとも年末年始は運休。運行時刻はおおむね8時30分から18時30分以下の4ルートが運行されている。全ルートが千代田区役所を奇襲点とする片方向循環である。麹町ルート、秋葉原ルート富士見、神保町ルート内神田ルート月曜から土曜は 麹町ルートと秋葉原ルート、富士見、神保町ルートと内神田ルートをペアとして、千代田区役所を結節点とする八の字型運行を行い、連続乗車が可能となる。日曜、祝日は八の字型運行は行わず連続乗車はできない。また、障害者福祉センター、エミフルには停車しない。草会付近では工町ルートが四谷駅付近で新宿区内、 秋葉原ルート、富士見、神保町ルートの一部区間が、文京区内をそれぞれ走行するが、千代田区外にバス停留所は設けられていない。旧、乗り合い便、編集2015年12月30日までは、トヨタハイエースを使用した乗り合いタクシーとして運行されており、各運行ルート上に設置された停留所から乗車し、降車時はルート上であれば、 危険な場所でない限りどこでも降車することが可能であった。旧乗り合い便時代は、区内在住の障害者、高齢者、妊産婦、未就学児の保護者、千代田ボランティアセンターの登録者に無料乗車証を発行していたが、コミュニティバスへの移行に伴い、2015年12月28日をもって発行終了した。発行終了後も期限が残っている。 無料乗車証は期限まで利用可能であった。2010年1月4日の運行改正前は、年末年始以外にも以下の通り運休していた。麹町ルート、編集秋葉原ルート、編集富士見、人望町ルート、編集内勘田ルート、編集2015年12月30日までの路線。2010年1月4日から2015年12月30日までの路線、編集。 泉、麹町瓶、編集ラインカラーは青。内噛んだ、富士見瓶、編集ラインカラーは赤。四ツ谷、秋葉、瓶、編集ラインカラーは緑。2011年1月23日より、秋葉原歩行者天国が再開されたため、日曜日は、万世郷、秋葉原駅西側交通広場停留所には停車せず、迂回する。 2010年1月3日までの路線2010年1月3日までの路線編集秋葉原工事町便編集内館田富士見便編集四ツ谷お茶の水便編集コミュニティバス地域福祉交通風車,車では小型ノンステップバスの日のポンチョが使用されている定員24名全席が優先席となっている2016年1月4日の開業時に 専用車両が6台導入された。2018年、専用車両を増備した。フルカラー LED 行き先表示器を装備し、東京オリンピック特別仕様ナンバープレートでの導入。旧乗り合い便、地域福祉乗り合いタクシー、風車時代は、専用カラーのトヨタハイエースが使用されていた。カラーリングは、現行車両とは異なる。車利用者など、公共交通機関や、 一般のタクシーなどの利用が困難な日、急所を、風車、貸切便、千代田区内であれば、どこでも乗降できる。運行時間は原則として午前8時から午後6時までで、利用日の1ヶ月前から前日までに、日立自動車交通予約が必要である。運賃は、中型タクシーのメーター料金に順次、芸者料金分は、区が負担する。車両は、 日立自動車交通の一般塗装のトヨタハイエースを使用する。ありがとうございます。